ハンピーちゃん知ってるよ。今日は眷属のお誕生日。お誕生日おめでとう。ケーキは作れないけど、美味しいスープを作ってあげる。うん。お誕生日おめでとう。私、自分の誕生日がわからなくて、だからお祝いとかできないの。その分、あなたの誕生日をお祝いさせてもらっていいかしら。ケーキ一緒に食べましょう。でも魔物とか昆虫とかケーキに入ってないわよね。うん。あんたの誕生日よね。なんかしてほしいこととかある？あんたのこと思いっきり甘やかしてあげるわ。うん。ふふふ。ケーキ作り失敗してしまって、歌しかないのだけれど、心を込めて歌うわね。うん。ハッピーバースデートゥーユー。あなたをお祝いする曲は、歌えることがこんなに嬉しい。さて、女子くん、呼ばれた理由はわかるかな？私にはお見通しなのさ。女子くん、誕生日だよね。これを受け取ってほしい。このプレゼントに込められた意味、解き明かしてみたまえ。魔法の力で操作開始。誕生日のお祝いとして君のためだけに変身してみたんだけど、どうかな。うん。ハッピーバースデー。誕生日プレゼントとして、学校じゃ習わないようなことも今日は特別に教えてあげる。うん。弟くん、欲しいものはある？また一つ大人になった弟くんには何でもあげちゃうよ。お姉ちゃんでもいいんだぞ。うん。あー、弟くんとすごい密着してる。弟くんの髪の毛、これからお姉ちゃんとずっと一緒にいられるね。お誕生日おめでとう。ちょっと自信ないけど、これ作ったんだ。今日は特別な日だから、わーってしてあげよっか。うん。ハッピーバースデー。こちらギルド管理協会からではなく、私からの贈り物です。受け取ってくれますか？うん。お誕生日おめでとう、石くん。誕生日おめでとう。今日は君がこの世に生まれた特別な日だ。特別なお祝いをあげよう。何でもいいよ。キスの振り以外なら。キス？うん。なんで？石くんの顔が近いよ。次回、プリンセスコネクトリダイブ、もう一度君とつながる物語。